とポートの中間地点っていうのかなを歩いています。これがボンスクーマーケットね。自転車が通ってるところが自転車専用のレーンです。モントリオールは結構こういうのが多いですね。ここにあるのはビクシーって言ってレンタル自転車、これ11月になると撤去されちゃうので夏と秋の間だけですね、使えるのは。おギターを演奏している人がいます。結構ね、街の至るところでこういう楽器を演奏している人を見かけるので、すごいなんか、はあ、モントリオールって感じで、ここがジャック・カルティエ広場になります。飾ってあるお花もすごく綺麗。始まりかけの木もあれば、もう散ってしまっている木もあります。年越しカウントダウンなんかはここで、大きなのが催されます。花火が上がったりだとか、なんかアーティストの人が来てライブをしたりだとかですね。これは視聴者です。工事中ですね。はい、ジャック・カルティエ。あ、で旗がありますね。今あんま風がないんですけど、一番左がカナダの旗、国旗、真ん中がケベックで、一番右がモントリオールですね。モントリオールのは2017年にちょっと新しくデザインが変更されました。ここがノートルダム通りになります。